日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら丸宮のお餅に絡めて、お7種類を食べていきたいと思います。まあ時期が時期ですからね、お餅が美味しいです。でですね、このずんだ餅のことだけはずっと前に食べたような気があるんですけど、まだ今みたいに顔出しているような時期でもなく、まだ現在みたいに食レポでやっていくというような時期でもなくて、もう実質初めてみたいなもんです。なのでまあかなり昔の動画を見てくださっている方にはわかるかもしれませんが、まあ今回実質初めてみたいなものだと思っておいてください。では代表としてみたらし餅タレくんに見せて顔を見せてもらいましょう。わっ、茹でたも、この裏面は茹でたお餅あるいは焼いたお餅にタレをかけていただくようですね。ではまあちょっと時間、まあ、ちょっとパパッといきたいなということで、すでにお餅は焼いております。なんで、あ、ちなみに今回用意したお餅はこちらトップバリューのお餅、イオンで見つけて結構安かったので買ってきました。で煮ても茹でても焼いてもいいんですけど、自分は焼いたお餅が好きなので焼いたお餅でいきます。ではみたらしだれくんに、おお、結構とろっとしてますね。これはご登場。それでは名前の通りよく絡めて、おお、みたらしだれの甘くも香ばしい香りが漂ってきました。これは早く食べなければ。いただきます。お餅に絡めると本当に独特な甘さ、味わいがついて、ただ食べるとはまた違った美味しさが出てきますね。こちらカリカリという音はお餅の方か、違う違う、そっちじゃない。タレをバシャッとかけられる、かけるだけでいいものもあるけど、ほとんどはちょっとお湯混ぜなきゃいけないから少々面倒なのと量の調節が難しい部分はありますが、でちょっと左側隠せよな自分だ、雑にやりすぎだっつうの。ほんとお見苦しいものがあって申し訳ありません。ほんと食べるのに夢中になるとこういうところがおろそかになるんだよな、今後の反省点だわ。詳細なレビューはこの後。ごちそうさまでした。まず最初に食べたみたらし餅タレはちょっとさ、食べる前に話しましたけど、甘辛い通った醤油ダレが香ばしさを見事に鼻に突きつけてきました。で早く食べてと言わんばっかりで食べてみたんです。中身がお餅だと、まあ、似たようなものだと思うんですけど、みたらし団子とはまた違ったちょっと固めの食感が楽しめてよかったです。まあこれが白玉団子やパンやアイスに白玉団子にまぶしたらただ単にみたらし団子になるのではとも思います。次、そのくるみだれの素はくるみの醤油とはまた違ったほのかな香ばしさがお餅とよく合っています。ちょっと変わり種は食べたいという時にいいですね。で続いてのさつまいも、あん、さつまいもの優しい甘さがお餅を見事に包んでいて、中に入っているのとはまた違った優しさを感じるようなんです。でお餅がちょっと焼いてあると固め、茹でてあったら柔らかめで、それぞれ違った楽しみ方ができそうですね。シンプルですけど黒蜜きな粉、きな粉の香ばしさと黒蜜というなんかあんみつとかでおなじみの組み合わせですけど、お餅に絡めるとまた違った味わいがあってよかったです。香ばしくて優しい甘さ、あなたも堪能してみてください。続いては五平餅。五平餅とは
まあ、ちょっと聞き慣れない名前と思われたかもしれませんので、裏に書いてある説明見せても、自分は名前は聞いたことあるんですけど、実際に食べたことってないんですよね。もし何かおすすめの五平餅がありましたら、販売サイトも含めて教えていただけると嬉しいです。で、食べてみたんですけど、お味噌の何でしょう、甘辛味噌っていうんですが、まぶされ、イメージされているので、なんか言い方がうましい。いや、よきも、切り餅がに焼いたおにぎりにもよく合いますって書いてある。焼きおにぎりの醤油だれを味噌に変えたようなイメージでしょうか。お味噌の香ばしさと甘さが、他の種、ちょっと、スイーツ系の辛麺とはまた違った美味しさ。どちらかというと、やや主食よりかな。まあ、スイーツと、おやつとして食べても美味しいですけどね。で、うん、ちょっと過去に食べたことあるかなと伺ったずんだ餅ですが、改めて食べてみると、枝豆の青さと、意外と合う甘さが本当に美味しい。もっといろんなずんだ餅食べてみてください、最近。ずんだ餅をイメージしたキャラクターも人気ですしね。ラストを締めくくったのは黒ごまタレ。黒ごまの香ばしさが、味噌やずんだ餅の意外性とはまた違った角度からブスッと舌を刺してきました。シンプルだけど香ばしいのが好きという場合は黒ごまタレをおすすめです。ですが今回の香ばしさ甘さを総合すると、こちらのくるみだれの素が一番バランスが取れていて、お餅と絡めるとよく非常に美味しく思えたので、代表として5点とさせていただきます。ちょっと、まあ途中でお餅が足りなくなって補充しに行くっていうトラブルもありましたけど、なのでどのお餅に絡めても美味しかったので、醤油砂糖とかきな粉だけだと飽きてきたなという時には、丸宮のお餅に絡めて食べてみてはいかがでしょうか。今からだともうないかもしれませんけど、来年こそはという、ね、本日は丸宮お餅の絡めてを7種類食べ比べてみた動画でした。最後になりましたが、トップバリューのお餅も結構パリッとしていて、焼いてカリカリ、時々柔らかいんですけどせんべいみたいな食感も味わえて良かったです。ただ茹でる方も試してみても良かったかなとも途中で思ってしまったのが自分の責任なんですけどね。はい、というわけで本日の演目はここまで。また次回の演目でお会いしましょう。では演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。